関栄一は、日本の実業家、水保銀行常務執行役員、国内審判代表取締役社長、楽天 KC 代表取締役会長、ポラリスキャピタルグループ特別顧問、LB 取締役会長、総合メディカルホールディングス取締役等を歴任、富山県出身、両親は、司会士、富山大学教育学部附属小学校、 富山大学教育学部附属中学校、富山県立富山中部高等学校を経て、一橋大学小学部卒業。1971年株式会社日本工業銀行入校。1993年ロンドン支店副支店長。1999年営業第七部長。2000年執行役員福岡支店長。2002年株式会社水穂銀行常務。 執行役員。2003年から国内審判株式会社で同社の再建にあたり、企画開発本部顧問、常務取締役執行役員、代表取締役副社長を経て、2005年には代表取締役社長に就任。楽天株式会社との包括提携を実現し、国内審判の楽天グループ入りを主導した。2006年には、クレジットカード事業及び、 ファイナンス事業に集中するため、オリエントコーポレーションに、クレジット事業を事業上とした。楽天 KC 株式会社代表取締役社長や、同社代表取締役会長を歴任。楽天カード、楽天 KC カード、ホーム S 楽天 KC カードなどの発行を行い、世界初のネット型クレジットカード事業を手掛けた。2005年、県楽天株式会社執行役員。 2006年楽天株式会社執行役員 KC 事業長、県威、e、バンク銀行株式会社取締役を経て、2009年同社監査役、2010年県楽天銀行株式会社監査役、2011年楽天 KC 株式会社特別顧問などを歴任。2011年からポラリスキャピタルグループ株式会社特別顧問を務め、 関東運輸株式会社取締役会長、クリーンサーフェイス技術株式会社取締役会長、ヨドガ変圧器株式会社取締役会長などとして企業価値向上に当たった。ポラリスキャピタルグループ株式会社以外の活動については、2013年楽天銀行株式会社監査役を退任、株式会社イノーバ監査役に就任。 2016年総合メディカル株式会社取締役。2018年総合メディカルホールディングス株式会社取締役。2019年 LB 取締役会長。2019年総合メディカルホールディングスの経営陣の要請に応じ、ポラリスキャピタルグループを母体とした MBO 実現をサポート。現在は総合メディカル株式会社取締役等を兼任。 ありがとうございます。